皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、小学校5年生、社会、これからの食料生産の2時間目です。本日の授業のテーマは、食料の輸入には、どのような長所や短所があるのだろう、です。 教科書、ノート、ワークシート、資料集を準備しましょうまず、教科書の110ページの左上、あの国産と外国産の食料の値段のグラフを見てくださいそのグラフから どんなことがわかかりますかワークシートに書いてみましょうそれでは一度動画を止めてください「あのグラフを見ると2016年調べで人参の値段が 1kg あたり国産が464円。 外国産が282円。ネギの値段が 1kg あたり国産が554円。外国産が309円。かぼちゃの値段が 1kg あたり国産が727円。外国産が382円。牛肉の値段が バラ肉 100g あたり、国産が748円、外国産が250円になっています。このグラフからどんなことがわかるでしょうか。グラフから、国産より外国産の方が値段が 安いことがわかります。消費者にとっては嬉しいことですね。しかし、生産者にとってはどうでしょうか。安いものが出回ると競争が激しくなり、作っても売れるかが心配です。次に進みましょう。 教科書110ページの右上、いの輸入された食料の検査の写真を見てください。なぜ検査をしているのでしょうかワークシートのカッコを埋めてみましょう。一度動画を止めてください。 この写真は空港で輸入された食料の安全性を検査しているところです。生産者がどこの誰でどのように生産されたのかを検査し明らかにします。これらの情報を確認するための仕組みをトレーサビリティと言いました。消費者は 検査されることにより不安は解消され生産者は検査に合格するために安全なものを作ろうとしています次に進みましょう教科書の110ページのうの写真を見てくださいそして 写真に添えられている説明文を読んでください。では一度動画を止めて読んでみてください。以前国内産業を守るため農産物には高い税金がかけられていました。2017年ヨーロッパの国々から輸入するチーズに かける税金を引き下げることが決まり、より安い値段で買えるようになりました。今では色々な名前のチーズが日本国内出回っていますね。消費者にとっては色々なものが安く手に入り嬉しいですが、生産者にとっては競争が激しくなることが 心配されますね。次に教科書の111ページの絵のマレーシアのエビの養殖地の写真とその説明文を見てください。そこからどのようなことがわかりますか考えながら読んでみましょう。 一度動画を止めて読んでみてください日本に輸入するものを生産するために環境を破壊して生産している例が挙げられていますまたフードマイレージについても書かれていました フードマイレージとは、食料を産地から消費地に運ぶときに使うエネルギーの量を表す数で、フードマイレージが高いほど輸送に伴う燃料の消費量や二酸化炭素などのガス排出量が多くなる恐れがあります。つまり、それだけ世界環境に良くないということになります。 説明文の最後の2行に注目してください。これからは世界全体の環境や人々の暮らしのことも考え、食料を確保しなければなりませんとあります。では、まとめをしていきましょう。 ワークシートにあるまとめを埋めてみましょう。では一度動画を止めて書いてみてください。食料の輸入には長所も短所もあります。それは今まで見てきたように生産者と消費者、 国内と国外の立場によって変わります。長所は生産コストが安いため値段が安い。日本には気候などの関係で生産できない食べ物や種類が食べられるという良さがあります。 一方、食料を輸入に頼る問題点つまり短所は資料でもあった安全性108ページの下から2行目の輸入に頼りすぎると相手国で事故や災害があったり戦争や政常不安により輸出が止まった時食べ物が入ってこないという恐れがあります。 安さのために競争が激しくなります。その結果、国内の農家に影響が出ます。そして、教科書の資料にあったように、輸送費や輸送にかかる二酸化炭素が多くなり、世界の環境に影響が出ます。その他にも考えがあったら変えておきましょう。 以上より、食料の輸入については、消費者だけでなく、生産者や世界の環境への影響も考えないといけない、ということがわかりましたね。それでは、次回の授業へつなげるために、今までのおさらいをしておきましょう。 教科書の111ページの下のカッコに入る言葉を考えましょう。そして日本の食料生産は今どんな様子かを整理してこれからどうなっていくかを考えましょう。ワークシートに回答欄を設けませんでしたので回答は教科書に書き込んでみましょう。 わからない時はそこにあげているヒントを参考にしてくださいそれでは一度動画を止めて括弧を埋めてみましょうでは答え合わせをしてみましょう一つ目の吹き出しです 全国各地で生産している農作物は米でしたね。特に新潟県や北海道で生産量が多かったですね。3つ目の括弧は米が入ります。コシヒカリでも正解です。教科書61ページに戻って確認しましょう。 二つ目の吹き出しは国内生産に切り替えるのが難しいものつまり多くを輸入に頼っているものは小麦や大豆ですエビなどでも正解です教科書108-109ページに戻って確認しましょう三つ目の吹き出しは 食料自給率が下がってきたと同時に生産量が減っているものは野菜や魚、貝類です。果物も正解です。109ページを確認してみましょう。 次回は国内の食料をもっと多くの人に食べてもらうために何かできることはないかということについて考えていきます。本次の学習で分かったことや思ったことを振り返りに書いてみましょう。 それでは一度動画を止めてください以上で「茨城オンラインスタディ小学校5年生社会これからの食料生産」の2時間目を終わります